水揚げされたばかりの生きのいい毛ガニ。室蘭市の江友漁港で今日毛ガニ漁の初水揚げがありました。そんな中、毛ガニとともに船から次々と降ろされる青いカゴ、中に入っているのはオオズワイガニです。ズワイはすごいちっちゃい。ズワイが多くてダメだ。それで毛ガニ入ってこないとかっていうのもあるんですね。やっぱりあるんじゃないか、影響。日高地方の沿岸で大量発生中のオオズワイガニが噴火湾にも。今日の毛ガニの水揚げ量は360キロ、一方オオズワイガニは429キロと大きく毛ガニを上回りました。カゴの中に餌つけるんですけど、餌も食べられちゃったら餌代もかかりますし、毛ガニのノルマ取るためにその分操業日数増やさなきゃいけなくなっちゃうので、ちょっと漁業者にとっては痛手かなと思いますね。今の状態だとちょっと厄介者ですよね、完全身が小さいため毛ガニの10分の1以下の値段で取引されているオオズワイガニ。大量発生により今後の噴火湾の毛ガニ漁に影響が出ないか懸念が広がります。